動かしで直後にもすぐ動く感じですね。はい、遊びがない形になってます。で VR の方もちょっと試してみますけども、遊びはないですね。はい、で、ズームのトルク感に関しても、ここはね多分使ってるんで、こっちの2470のかなり使ったんで、まあ、ちょっとこっちの方が硬く感じます。でこれは多分新しいからだと思います。その辺の差はないはずなので、はい、こんな感じでございます。皆さんちょっといかが感じるでしょうか。とカタログの交渉値もあるんですけども、こういう形で毎度取ってますので、谷田さんにご登場いただいて、重さのチェックをしていきたいと思います。本体とレンズキャップのみで、フィルターなしのキャップなしのフードなしでまず測っていきます。932g に対して、こちらがほいと 1080g ですね。 1081g っていうふうに出てます。これはいつも私がレンズレビューでやってることなので、カタログの数値と違うとかそういうことではないので、実際に測ってみると、多分グリスの量っていうんですか、中の油の量とか作ってる工程で若干の誤差はもちろん出ますので、そういうふうなことを言ってるんではなくて、このぐらいの差がありますよということで取らせていただきました。フードをつけます。フードをつけた状態でちょっとじゃあもう一回測ってみますね。でまずは VR なしの方を測りますと、こちらで1018g で、これが今度 VR ありの方に見ると1141ということですね。はい、このぐらいの差がまた出てきます。はい、D610 の方に取り付ける時の重さです。レンズキャップ、レンズのマウントキャップはなしですね。両方なしで、レンズもむき出しでフードがついてます。で本体はちょっとここが違うのと、あとこういうハンドストラップと、こちらにこれちょっと鉄になっちゃってるんですけど、キャプチャーのクリップがついてる状態での重さチェックですね。はい、これが1915g ですね。今度は VR ありの方を取っていきますね。同じです。条件は同じになります。はい、2043g ですね。はい、ではですね、今度フォーカスのスピードチェックというのをしていきたいと思います。でフォーカスのスピードはカタログでも歌ってる通り、 VR ありの方がフォーカスは速くなってるとのことですので、ちょっとチェックしてみてください。では参ります。はい、じゃあレンズキャップをつけますね。はい、こんな感じのスピードになります。はい、じゃあこれでレンズキャップなしで、これ今コンティニュアス AF なんでピピって言わないんですけど、ちょっとやっていきます。でレンズキャップをつけた状態でのスピードを見ていただきます。レンズキャップつけました。はい、行きます。はい、こんな感じでございます。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと長々とね、だらだらと写真の質じゃなくて機材について相変わらず語らせていただいたんですけども、写真の方はね、どうしても YouTube に上げても写真本来の質は出ませんし、私は写真の能力がさほどないので、出したところで逆にね、なんだろうこう面汚しみたいになってしまうと思いますので、ちょっとだけ出します。少しだけ撮ったものを出させていただいて、それでちょっと勘弁、してください。で作例についてはもうガンレフ見ていただければたくさん出てると思いますので、機種に応じてもまた違うでしょうし、いろいろご参考にしてみてください。私のこの2ヶ月間使った感覚を言うとですね、実を言うと VR なしの方はもう売るつもりで、ヤフオク行きのつもりでこちらを買ったんですけども、
実はまだ手放せないでいます。手放します。手放すんですけども、やっぱ大きくて重くなってるんですね。これ当初私がニッコンのショールームに見に行った時の動画では語ってるんですけども、もうこれを持っててフルサイズの本体を持ってる人はもともと重さと大きさに慣れてるから、多少なりとも大きくなって重くなったとしても、まあさほど関係ないよということでお伝えしたと思うんですけども、実際2ヶ月間使ってみると結構これがね感じるんですよ。もう慣れだと思うんで、これはもうガシ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 使っていきたいと思ってるんですけど、まず1点目は長さに関してはさほど感じません。で、唯一感じたのはバッグに入れる時ぐらいで、デメリットはそんなに感じません。で、ところがやっぱりあのこの胴回りを少しサイズアップしたことによってホールド感の違いと、やっぱそこからの伝わってくる重みっていうのがね、なぜかその細い方が軽く感じてたっていうのがあります。もうそのぐらいです。外観と重さに関してのメリットデメリットっていうのはそのぐらいじゃないかと思います。VR あり、これは絶対あった方がいいと思います。あの画質の差にそんなに差はないんですけども、あれはニコンルーマーズかなんかの記事で出てたのは、広角端でちょっとあの画像画面、画像の周辺の歪みがちょっと強い、あの VR なしに比べてあるのが強いっていうのが確か出てたんですけど、そのぐらいの差で、メーカーさんがカタログで言ってるようなあのホワイトバランスをちょっとこう最適化したとかですね、色味がちょっと違うみたいなことが確か書いてあったんですけど、それもそんなには私は感じてません。まあそのぐらいのごくごく違う差だということですね。やっぱり晴れてて外で撮るときはこっちで十分、あのやっぱり軽いんで、軽いって言っても十分重いんですけど、これに比べたら軽いし小さいんでこっちを撮っちゃいたくなっちゃうんですけど、まあ売ってしまえばこれしかないんで、これを多分使うことになるんで、ただ室内では明らかにね、当たり前のこと言うんですけど、シャッタースピードが速く稼げるんで全然違いました。これはちょっとやっぱり思った以上の恩恵があったなというのが印象で、やっぱり VR があるかないかだけで考えればいいのかなと。重さに関してはもう慣れるのかなと、そんなところのインプレッションでございます。単焦点を私やっぱ持っていくんですけど、どうしてもこれが結構出番が多くて、建物をね最近撮ることが非常に多いんですよ。神社行ったり、なんかのその土地土地のねちょっと遺跡っぽいところに行ってみたり、そんなところで撮ってるんですけど、これ使いたくなります。これとあの1635の、F4 の VR かの広角のズームレンズの2本で結構ね、あの取り替えて楽しんでやってるんですけど、 VR ありなしで悩んでる方が見てくださってると思うので、そこに私が一言言うとするとですね、室内で撮ることが多い場合で、単焦点をあまりお持ちでない方でこのレンズを気になってらっしゃる方は VR、 ちょっと分かりづらいんですけどね、外で撮ることが多くて、ズームレンズで F2.8 が欲しいっていうの人は VR なし、ただそれの両方って方は VR、 まあ難しいですけどそんなところですかね。ちょっと併売して売られてるようなので、その辺でちょっとお悩みの方もしいたらですね、いろんな画像をまず見ていただくのと、現物を触っていただくのと、あとはフォーカススピードが、まあ、これですでにあれだけ速いので、そっから速くなったところでメリットをどこに見出すのかっていうのをね、心の中というかご自身で、見てくださればなと、見ていただければなと思うところでございます。ちょっとまとまりがないんですけども、はい、ちょっと長々とお話しさせていただいたんですけども、2470の VR F2.8 を買ったので外観比べてみましょうという動画でございました。はい、今日はこの辺で失礼させていただきます。ともともチャンネルでした。また見てね。ところでね、 DN400 と D900 でしたっけ、DX のフラッグシップ出ないんですよね。だからそっちの貯金崩してこっち買っちゃったんで、今更何か情報出てきたらちょっと青ざめちゃうんですけどね。はい、ではまた。